えー、今回ですねちょっとコンサルしてたんですけど、まあ、僕いろんな方とあいろんな方の悩みを聞いたりとかアドバイスしたりとかあとはまあコンサルしたりとか、まあ、やってますけども今回ですね初めてなんじゃないかなと思うんですけどもうすでにね自分で結果出てるんですよ。 ね、今だいたい9割9分の人が結果が出ないからアドバイスくださいなんですけど今回の方は自分で結果出してるんですよ、うん、100万コンテンツ販売に関してもあの自分でね15万の商品作って売ったりとかしてるんですよで100万も上がったりとか100万稼いだ経験もあるんですねだけど不安ですとでいろいろと話してたらあのなんだろうな なんかノウハウコレクターでもあったらしいんですね。でもノウハウコレクターの中でも100万なかなか稼げないんで、すぐ、で、なんかページとかもね、ちゃんと作れてるんですよ。で、PPC の広告とかも出してやるんですね。すげえな、みたいな。<laughs> こんなお客さん僕初めてだなと思って。え、なんで僕のコン、え、自分でできるのになん僕のコンサル入ったのかなと思って。<laughs> まあ、いろいろとね、お話聞いてると、 いや言われるとできるんですけど言われないとできないんですみたいな悩みだったんでまあ僕のなんかあのコンサルに入っていただいたみたいなんですけど言われないとできないらしいんですねでも言われたらできるっていうでも結構でしょほんとしやってるんですよでその中でそのノウハウコレクターになぜなったんですかっていう話をしたんですよねできてるのにそしたらなんかその不安だとでなんで不安なんで不安だとノウハウコレクターになるんですかって聞いたんですよ なんで不安だとノウハウコレクターになるんですかって僕は質問したんですね。もう突っ込んでくる、掘ってくるわけなんですけど <laughs> で。そしたら、なんかあの、今やってることがちょっとう、まあんまうまくいってないから不安だから、また次のに手を出して、で、また次のに手を出しても、またそれでまあちょっと微妙で、また不安だから手を出すみたいなこと言ってたんですね。でもまあ最終的に100万とか作ってるんですよ。で、僕があそこでアドバイスしたのが、 うーんまずそこも変え,かな,い変えないと多分これから僕のアドバイスを受けたとしても多分あの不安なことはたくさんあると思いますじゃあ不安だったらなんか次に手を出す不安だから次に手を出すってことをやってたら多分僕がアドバイスしても不安なことがあるんでまた違うところ行っちゃいますよみたいな話をしてたんですねうんじゃあ不安だから次のではなくて不安だから一つを極める 分かります不安だからこそそれを極めるじゃあ僕の事例を言うんだったら、えー、僕は十何年コピーライティングゴーストライターをやってましたメールマガを書いてステップメールで売ってましたセールスレターも1,000個ぐらい作ったんじゃないかなっていうぐらい、えー、やり込みました、はい、だけど僕今やってないですねうんでずっと十何年やってたわけですよ でそこから自分のメディアをやるってなって今動画を撮ってこうトークしてるじゃないですかでトーク不安ですよねだって今まで人前で話すってこともまずやってない人前どう自分で動画を撮るってこともやってない不安しかないですよねでも不安しかないんだけれども不安しかないんだけれどもあのなんだコピーがもう書けるようになったもう10年やりき,10年以上やりきったから今度は違うスキルを手に入れたいと。 でトークスキルっていうのはうーんまあその今回その選挙もありましたよね選挙があってその山本太郎さんですかねその渋谷の演説とかすげえ人集まったらしいんですけどライブでも1万人見てたのかな。だからそのしゃべるまあそれは多分自民党の圧力がいろいろあると思うんでいろ、まあ、んな大人の絡みがあって。 まああのその抜き出ることができない部分はあるかもしれないですけど基本的にそのトーク力だから前もその僕あの3年前ですかね3年前三宅洋平さん三宅洋平さんねすごいんですよトークがあのひだから三宅洋平さんもあのトークでねもう渋谷プワー選挙フェスみたいなね <laughs> まあその,あのアーティストさんなんですけど すごくね僕あの選挙全く興味なかったんですけど三宅予恵さんの演説聞いてなんか心動かされちゃったんですねすげえなこんな人いんのかみたいなひげ面でねもう,もう明らかに外見も全くその選挙その政治家っぽく政治家っぽいところは1ミリもないんですよ <laughs> 1ミリもない <laughs> でひげもじゃもじゃででも多くの人をねこう魅了するトークなんですよだからそのオバマ大統領がねイエスあなんだチェンジみたいなねその オバマ大統領も多分黒人でなんか大統領になったのがなんかあんま少ないですよね多分だからその結局そのトップを決める時って何やってるのかっていう話ですよ、ね、こあ日本のトップを決める時も演説じゃないですかトークですよねだからこのトークスキルっていうのを身につければ飯食っていけるぞと僕は思ったんですね だからコピーもかけてトークもできたらこうもう最強じゃねえかなと思って。だから不安でしたけどトークをもう極めようと思って一点張りで YouTube やり続けてもはやもう1万本以上ですよ。じゃあこれ1万回やったら、うん、どうすか <laughs> 不安はあんまなくなりますよね、うん。今なんか動画撮る前に大丈夫かなみたいな思う。1ミリも思わないですよ。もはや。 でも一番最初は僕もですね動画撮るときに何喋ろうかなみたいな話ですよでも1万回もやればねさすがに僕ね誰でもっていう言葉を使ってもいいんじゃないかなっていうでも誰でもっていう言葉を使ってもいいんじゃないかなと思うんですけど1万回やる人がいないので誰もできないっていうのがまあ事実かもしれないですけど まあでも数こなせば、うん、ある程度はスキルアップしますんででその方の話に戻すとめっちゃライティングできるんですよライティングねでその広告をかけてるページも結構作り込まれてるんですよおっめっちゃすごいですねみたいな話をしててこれなんかコピーライティング勉強したんすかみたいないや普通の初心者の人こんな書けないですよみたいなでそしたらその人アメブロやってて結構2016年からずっとやってるんですよ で最近はちょっと更新してないんですけど、2016年から多分ね、何記事書い,たん書いてんのかな多分トータル300記事ぐらいは書いてんじゃないかなちょっと見ていいっすか多分ね、結構書いてますね。多分結構書いてる。のね。だから結局な,なんでそれ書けるんですかって聞いたら、いや、一応ブログでずっと書いてきたんで、あのー、なんかなんとなくわかります、みたいな。 ライティングの教材とかね、ライティング勉強してないですよ。アメブロが、うん、2016年からやってて、何記事だえー、っと、これ何記事だろうな。100記事は超えてるな。多分200記事ぐらいですかね。200記事ぐらいは書いてると思います。うん。でも1記事1記事が結構書き込んでるんで、うん。 結構書いてますね、うん、あと本当もね結構ね強調したりとかしてるんでだ結局ライティングの勉強してなくてもなんだ、うん、やり込んでるんで作れるんですよでもほとんどの人ってライティングの教材買っても結局やってないから書けないんですよわかりますだからそのトークのねなんかしゃべる教材買ったとしても喋らなかったらうまくならないですよね だからもうこれは当たり前の話かもしれないですけど一つのことにフォーカスして一つのスキルを身につけるためにこうやり込んで突き抜けられる突き抜ければある程度そこで、うん、自信がない不安がありますっていうことを克服できるだから不安を克服する唯一のものって僕練習量しかないと思うんですねもう一回ですね不安,を不安を克服するものっていうのは練習量しかないと思います 例えば2020年東京オリンピックじゃないですか。じゃあ東京オリンピックに出る人たちって、じゃあ絶対不安ですよね。だって東京オリンピック開催で日本の代表の人ってめっちゃプレッシャーかかると思いませんちょっと考えてほしいんですけど、東京オリンピック開催じゃん。自国で開催ですよね。で、日本代表選手。めちゃめちゃプレッシャーかかると思いませんじゃあこの不安、ま、あのね、日本の人たちが応援してる、めっちゃプレッシャー上がりもあるわけですよ。 で、その中で不安がないっていう人いると思います多分ね、オリンピック選手の日本代表団全員不安しかないと思います。全員不安しかないと思います。じゃあ、そのオリンピック選手はね、その,その不安を打ち消すために何やると思いますか何やると思いますもうた、間違いなく練習だと思いますその不安を消すために練習をやり込むしかないと思うんですね。それ以外あります 多分これが基本なのかなと思いますね。だから不安があるんだったら、その新しいものに手を出すんではなく、一つのことを練習量を増やすってことですね。やる量を増やす。これが不安を、えー、殺せるというか、不安を小さくする。不安は絶対あるんですよ。だからオリンピック選手の話に戻すと、どれだけ練習したとしても、不安はあると思います。プレッシャーあると思います。ただ、世界一か仮に練習してたら、いや、俺こんだけやったからみたいな。 俺これだけやってもう,もう無理だっていうところまでやったらもうなんか自信を持ってというかねこれだけやったから望むぞってできるじゃないですかでもこれが中途半端にやってたら多分試合に出る時にねうん多分その不安要素って消えないと思うんですよね逆にあもうちょっと練習た例えばね怪我して練習できなかったとするならばああ練習できなかったから大丈夫かなとかねそう もう、量でしか不安を打ち消されるのってないのかな。でもう一つあるとするならば、量か結果です。量か結果。だ結果が出てれば、不安のもう一つの要素って、結果が出てないから不安になる部分あるじゃないですか。だから例えばネットビジネスなんか、稼げるって聞いたけど、結果が出てないじゃないですか。だから結果が出てないから、本当に大丈夫かな。 私コンテンツ販売って本当にできるのかなとかアフリエイトって本当に稼げるのかなまあ知ってるけど稼げるんだろうけども私にできるのかなっていうでもこの私にできるのかなが私もできるにするためにはそのその人がやった量ぐらいやらないとダメですよね最低限稼いでる人のがやってきた量ぐらいはやらないとまあそのレベルにいかないかなと思いますね で、これも一つの事実を言わせていただくなら、まあ僕もいろんな方見てます。えー、ネットビジネス関連の人も見てきたし、投資関連。大体まあネットか投資、この2つですから。例えば FX 株式日経225とか、まあ大体こんな感じですよね、かあの投資だったら。FX 日経225株。まあ大体ぼ僕が扱ってきた商品もそれぐらいですから。 あ,あと、ブックメーカーもありますね。ブックメーカーもやってるんで。ブックメーカーも鷲津さんっていう方は、もう多分、1000ベッドは余裕で超えてるんで、あの、やってるベッド数ですね。相当やり込んでます。はい。とか、あじゃあ、ネットビジネスだとアフリエイト、まあ、アフリエイトの中でも動画なのか、メルマがアフリエイトなのか、うん、とかね、あと、コンテンツ販売とか、あと、転売とかね、背取りとか、まあ、いっぱいありますけども、でも、結局、その、なんだろうな、 うーんみんな稼いでる人はあのやってますね <laughs> 申し訳ないんですけど全くやらずに稼いでる人はあんま見たことないですねある一定のある一定はでしょ。ある一定は確実にやり込んでますでこの一定を超えた後広告を回してるのか外注化するのかっていう大体この2極化ですね,ね自動化にしていくっていうで自分の 手離れさせてていいくっていうでもそれも結局ここをやってるからこっちができるんですよ。もう一てますね。ここをやってるからこっちができるんです。でも多くの人ってここやらずこっちやろうとするんですよ。それはあんまうまくいかないですね。うん。そう。だからね、あー不安を超える方法はもう、うん、結果を出す。もしくはでも結果を出すために量もやらないといけないじゃないですか。<laughs> なんか練習せずに結果出るのかっていうと、どうですかね。オリンピック 代表になるるるためにに練習しななないいいでオリンピック代表になれる選手いると思いますなかなかいないですよね。結果を出すためには練習が必要なんですよ。で、僕は昔その会社の経営とか社長やってましたけど、よく言われてたのが結果が全てと。もう結果が全てなんですよ。もうあの会社で言うならば結果が全てです。数字が全てなんですよ。だからもうめちゃくちゃ数字が出てない、えー、月の売上の数値が上がってないと詰められるわけですよ。うん。 で,結果が全てです。でもじゃあその結果を出すために量なんですよ。ここの質だったり量だったりとか、ここなんですよ。過程ですよね。だよく過程はどうでもいい、結果出せっていうことを言われてたんですけど、うん、まあそれはそれでもう、もうおっしゃる通りなんですよ。過程がなくても結果が出てればいいんですね。だけど、この結果を出すためには過程も必要なんですよ。 でも家庭があっても結果出てないとダメだし何かここはね非常に難しい部分なんですけど結果を出すためには家庭が大事だし家庭が大事だけど結果出てないと意味がないし何かこの鶏が先か卵が先かなんちゃらみたいな話なんですけどまあでもね家庭こそが大事かなと思いますね家庭、うん、があるからこそ結果が出るっていうのが、えー、僕の持論というかうん 家庭なくして結果は得られないかな、練習なくして試合で勝てないかなと一緒で、うん、なんかね、たまにいると思いますよ、たまに天才はね、なんか練習しなくてもセンスがあって、なんか試合でかっ、でもオリンピックレベルになるとね、さすがにいない、どう,どう思いますオリンピック選手に、代表選手になる人で、練習しないでね、遊んでて、なんかセンスだけでオリンピック出れる人っていんのかなっていう。 多分いないですよ、ねうん、なんか家庭も大事ですよっていう。うん、で家庭も大事だし結果も、だから両方大事なんじゃないかなと思いますね。どっちが大事じゃなくて、どっちも大事だし、イコールだよっていう。で、イコールにならない人もいるよと、世の中には。全員がイコールじゃないですよ。もちろんセ,あのセンスがあるとかね、なんかやそういう人はわかんないですけど、天才の人とかね、IQ200 ありますとかね。まあそういう人は分かんないですよ。 まあここはいイコールかなと思います、ね、そうであとはそのネットビジネスの場合はこの量とこの結果がさっきイコールって言ったんですけど例えば3時間やりましたじゃあ3時間やったら時給1,000円だから3,000円もらえるのかっていうこのイコールとちょっと違うんですよ。例えば100万円稼ぐためにこれぐらいやりましたとかこれぐらいやりましたってここのね量も変わるんであここは難しいですね。 なかなかかこれも <laughs> これは難しいな。普通だったら、ね、普通だったら、うん、3時間働いたら時給1000円だったら3000円もらえます。3時間の量、3時間の時間給やったら3時間分の給料もらえますじゃないですか。でネットビジネスの場合3時間のブログ構築しました。でもこっちゼロだったりするんですよ。うん、だけど、あのーそ、ということは、ということは、 ここの3時間やってもゼロ。初心者の場合3時間やっても多分ゼロだと思うんですけど。じゃあここを、うん、ガーってできるからです。で逆に言うとね、これ面白いんで、ここをガーってできると今度この量で100万なんですよ。これがね、ちょっとね、他のなんか仕事とちょっと違うとこかなと思いますね。例えばさっきあのコンサルしてたんですけど、あのステップメールとかね。 これから作るってね、今日じゃあステップメール作っていきましょうみたいな話をしたんですけど、じゃあステップメールを構築して、そこから自動で売れる仕組みを作ったとするじゃないですか。でもステップメール作るのに1週間かかりましたと。でも1週間ゼロですと。ね、1週間ゼロですと。だけどステップメール構築して売れる仕組みができました。じゃあそこにかかる日、あの、労働時間ってもうゼロですよね。 だって自動でステップメール流れるわけじゃないですか。あとはそのステップメールに登録するためのアクセスを流す。じゃあアクセスの流し方って広告をかければ別にその管理画面でいくら、このキーワードにいくらみたいなこれだけじゃないですか。労力としては。で、それでアクセス来るじゃないですか。じゃあアクセス来ました。登録しました。で、えー、売れます。じゃあそこにかかる労働時間って多分これぐらいになるんですよ。で、これぐらいになるんですね。 これね結構ねイコールという表現が合ってないかな。うん。だからそのイコールの割合が違うのかな。割合が。うん。だからその一般の仕事だとイコールの割合が一緒。3時間働いたら3時間分の時給が発生する。だけどネットビジネスの場合は3時間働いてもゼロ。でもここの量を増やしてこっちを結果出せばこっちの量が少なくなってこっちのボリュームが増えるみたいな。イコールだけど ここここがが変変わわるるここの割合が変わるって感じですか、ね、うんだからまあいろいろぐちゃぐちゃ言いましたけどまずは不安だったら一つに絞ってぶち抜くっていうね与沢さんが「ぶち抜く」という本を出してましたけどもうぶち抜くしかないですいやこれがねもう最強の成功哲学ですね一つでぶち抜くっていううんだから圧倒的にやるってことですね 圧巻するっていうだから僕も動画本数に関しては100万本ですから今目指す的ところは100万本多分100万本は圧倒的な数だと思うんで1万本でも多分到達できる人は多分限りなく少ないんでこれ100万本になったら多分日本1億人ぐらいいますけど100万本クラスは多分僕を超えられる人はいないと思います100万本になった場合うんってなるとぶち抜くじゃないですかもう完全になるねっ そうあとはさっき与沢さんの話しましたけど与沢さんと僕はこれ同じなんですよ年齢が一度何回かお会いしたことありますけどすげえなタメでこんな風格出てる人いいんだみたいな <laughs> ちょっとなんかオーラがちゃうなみたいな <laughs> あの六本木かな六本木に事務所構えてた時ですかねなんかあの与沢さんの社長室みたいなあるんですけどこんな感じですね <laughs> こうタメかなみたいな、ね、なんか <laughs> あの社長室もねすごいっすよなんかいろんな,なんか飾ってたしすげえなみたいな <laughs> 風格がちゃうなと思ったんですけどまあ与沢さんもね投資に行った後あのー、本もねめちゃめちゃ読んでバッ、えー、やってましたよねあまあ一点張りする一点で突き抜けるっていうのが大事かなって思いますで僕は与沢さんの には勝勝てないのでで違うところで勝つとこつで、与沢さんは動画をね、これだけアップロードするってことはできないじゃないですか。てか、やろうともしないだろうし。やろうともしないし、多分できないですよ。さすがに。僕みたいなやり方は。じゃあ、僕はこのやり方で、ぶち抜くぞ、みたいな。だから、自分ができることでぶち抜くってことですね。そう。僕は与沢さんにはなれないけど、与沢さんができないところでぶち抜くぞ、みたいな話ですよ。だから、自分ができるものでぶち抜けばいいんじゃないですかね。そう。 できないことをできるようにすることも大事ですよ。できないこともできるようにすることも大事なんですけど、できることを、うん、ぶち抜いていくっていう。うん。これも大事かなっていう。はい。ということで、あのぶあの今回ですね、久しぶりに、えー、無料プレゼントをやります。8月8日。まあ、1回しか流さないんですけど、8月8日の8時ですね。8、8、8ですね。8は縁起がいいですね。中国でいうと8は縁起がいいと思うんで。8月8日 8時朝8時に無料プレゼントを LINE アットの方で流しますでこの無料プレゼントって何かっていうと実際にぶち抜いた人ですぶち抜いた人 <laughs> ねあの40歳からネットビジネス始めて昔は借金まみれのマージャン店ですよそう借金まみれのマージャン店の人がネットビジネス40歳に出会ってどうやって成功したのかっていう広島でやったセミナーこちら無料でやります無料で も見た人もいるかもしれないですけど、この今出版記念で、この前先月ですね、出版記念で、えー、京都、京都、兵庫、茨城か、回りました。兵庫、茨城、あ、兵庫、うん、神戸、茨城か、回りました。それの広島版です。出版記念の広島版です。 で僕はその広島版のセミナーで成功するためにはどういうことが必要なのかっていうのをお話ししていますし、えー、久保さんがなぜ成功したのかっていうねその話も久保さん自身もしてくれてますし久保さんと僕が出会ったきっかけ山口さん梅田さんっていう人がいるんですけどその梅田さんも特別ゲストで話してくれてます、はい、要は久保さんとこのつながった理由はその梅田さんっていう人がいたんですよ それを当時僕は裏方でプロデュースしていて、その梅田さんの商品をね、えー、福保さんが買って、まあそれで関係性がこう、気づか、構築されたんですけど、だからその3人ですね、3人でやったセミナー、広島版、この出版記念の広島版です。はい、こちら無料プレゼント、いつもアンケートとか僕、取ってるんですけど、今回はアンケートなしで、もう直で流しますんで。だから、ごめんどくさくないですよ、どうすか。 いいいつもアンンケートトしてくれたたプレゼントみたいなのあるじゃないですか今回はもうコメント臭く,くないです。もう登録してくれたらね、あ登録していただいている方ももちろんな流れますけど、あのもう無料プレゼントのリンクとパスワードをこうお送りしますんで、はい、あとはそれ、もうすぐもうクリックしてパスワード入れてもうすぐ見れますパスあの。アンケートいらないです。はい、よくないですかだからそのぶち抜いた人。 ぶち抜いた人が何話したのかっていうね。それぜひあの見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、この YouTube の下に LINE 入れておきますので、えー、8月8日の8時ですね。8月8日の8時、えー、に流します。で、これ1回だけです、その代わり。1回だけ流しますんで、8月8日の8時以降に登録したら見れないです。申しますね。8月8日8時、えー、か9時に登録したらもう見れないです。ただもう流れ切ってるんで。 だからもしプレゼントを受け取りたいという場合は8月8日8時までに登録しておいてください。もうセットしておくんで、OK ですかね。はい、無料でその映像を見たいという場合は、えー、その時間帯まで登録しておいていただければなと思います。では終わりたいと思います。ありがとうございます。